まあ、あと、昨日、これもブログにも書いたんですけども、その NHK のね、世論調査、ね、原発運転、再稼働の賛否についての NHK の世論調査の書き方がですね、ひどいと、どういうことかというと、NHK ニュースに、記事のタイトルとして、原発運転再開の賛否っていうのが、NHK の世論調査で分かれると、書いてあるんですけども、まあ、これがですね、でもよく読むと、再稼働賛成が 21% で、反対が 41%、 どちらとも言えないとか 33% ということで、賛成 21% に対して、反対がですね 41% というふうにもう約2倍、ダブルスコアでですね、反対の方が上回ってるんですよね。それをこう NHK はですね、その世論分かれると、分かれるじゃないだろうと、反対の方が上回ってるだろうと圧倒的にね、どちらとも言えないと合わせたら74%ぐらいがですね、運転再開、再稼働に関してですね、よく思ってないというのがわかると思うんですけども、なんでその世論が分かれると言ったら、それは拮抗してるから分かれるっていうふうに、取る人が、大半だと思うんですよね。賛成反対が半々ぐらいだから分かれる。言うと思うんですけども、反対が圧倒してるのに、分かれるっていうのはですね、やっぱりおかしいなと、NHK ね。やっぱりその安倍自民のための NHK というかね、茂木会長っていうのが、まだ、会長をやってると。もう本当にその、いろいろ圧力があると。まあ、この間自民党が否定してましたけども、クローズアップ現代のね、キャスターの、国屋さんか国屋さんか、忘れましたけども、まあ、その女性をですね、安倍官邸がですね、もう抗議して泣かせたみたいなね、まあ、そういうのはもうフライデーに出てましたけども、まあ、これは真偽が、わからないというか、菅義偉はですね、否定してましたけども、まあ、なんやかんやですごい圧力かかってるのかなっていうのは、こういうその、世論調査の書き方に対してもですね、見て取れると。もうこれ本当ひどいなと。本当 NHK に受信料払うの、やめましょうと。ね、払わなくていい人はね。うん、本当そういうふうに、僕は思いますね。分かれるってなんやねんと僕は思いましたね。こういうのにおかしいと思わない人っていうのは、よっぽど頭いかれてんのかなと。本当 NHK の、人たちっていうのは、ね、どうなんと、ね、思いますけどね。うん